はい、はじめまして、ジュンジーと申します。今回プレイしていく単発作品はこちら、リクエスト作品ですね。 I wanna see the pink road をやっていきたいと思います。こちらの作品はスルメイカさんという方が作られたアイワナになりますね。でこのスルメイカさんという方、このピンクロードって今回の作品はあるんですけども、結構ね色のついたアイワナを制作されておりまして、まあ、他にはアイワナ be the blue sky とかね、アイワナ get the yellow star、 アイワナ be the green moon とか、まあ、アイワナ get the gold ribbon とかね、まあ、色付きアイワナ、まあ、色付きというかタイトルがねあります。で今回は、I wanna see the pink road をやっていきたいと思います。では早速いきましょう。 GO! なんか背景がそうですね、冬に作成とか制作されたのかな。じゃあデータ1いきましょうね。ほい、ミディアムでは、あ、まさにタイトルのこっからスタートするのね。罠ないでしょう。あるんかい。どんな時もね、あの気を緩めちゃいけない、うん、そしてもう素直に受け止めていく。これは罠だとね。そう、さあ行きましょうかね。あ、 BGM ないね。でも雪降ってるってことはやっぱりこう冬の作品というか、冬制作されてこうやっぱりこうね、うん、何度も同じこと言ってますけど、冬を意識したイメージした作品なのかもしれませんね。あ、そうでもないかもしれないね。よし、あ、この曲なんか聞いたことあるな。うん、あやっぱりそうだ、この曲、この BGM どっかで聞いたことあるなと思ったら、あれいいんだよね、あれですね、ナオさん制作された I wanna see the beautiful world のあの序盤の方のね、こうステージで、流れてた曲です。結構好きな曲、おお、耳に残るいい曲ですよね。なんでここはさっさと行けと、結構罠多いですね。行きましょう、サクサクサクとね、ほでこういく、 OK、 いいね。まあ、罠が、うーん、壊してく、下まで行く、あー、そこは壊さないよね。あー、そうなっちゃう。とりあえず素早く、もう一回、何度だって挑戦するぞ。おい、よし、待って、これ下で合ってる。あー、よかった。ちょっと右にかかった方が良かったかな。うん、ちょっと読みを深読みして右に入れば良かったですね。うん、ちょっと惜しい。そい。ほ。オッケー。こういうことね。まあ、とりあえず罠にかかっていかないと。よし。オッケー。あー、ここら良心的。ほい。大丈夫。来るでしょ。おっと。もう大体ね、読めますね。なくっそ、まあ、割と短編作品だとは思うので、ここは一気にいっちゃう。で多分ここ開くでしょう。開かないか。うーん、なんかありそうだけど、多分裏を書かれそうだから乗る。うっ素直だな。素直に行きましょう。素直にね。 OKOKOK。 あまり疑いすぎても良くないという、そういうことよ。うっと、あー、リンゴ間抜けできそうですけど、まあいっか、ここは順路で行こう。ほ、あー、足らないぞ。ジャンプ力を高めて、あ、結構追いかけられんのね、よし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 、うぅ、あー、バレた、リンゴ抜けしたでしょ。あ、こんなメッセージ出るの、すごい。今ね、黙々ともうカットしようかと思ってやってたらバレちゃった。あすごいな、細かいね。まあ、あの、こういうことはしちゃいけないということですね。ほっ、そこ出るよ。ほい、あとはまあ大丈夫だと思うけど、うん、まあセーブないから、セーねえ、そう来ちゃう、ぐるっと回るのね。あ、面白いな。ほ、あ、やばい、タイミングがちょっときつい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 。よしよしよし、結構あれだね、面白いですね。うん、これは素直に言ってもいいのかな。なんで左上の針があるんだろうかな、気にはなるけどね。よし、セーブ、これ戻れる、
なんかある？ないか。別にないよね。なんかあったのかな。よし、じゃあ行きましょう。先にね、このマグマ、くっそ、いや面白いな。こういうこう本当に箸休め的アイワナは大好きですね。面白い。難易度もねちょうどいいですし、ちょうどいいというかかなりライトな方だと思いますけど、これはなんか、うっ、あ、待ってよ。でも一つ気になるな。何が気になるかというと、ここでファイヤーちゃん出るでしょ。あれ、ファイヤー、この上もう一回ちょっとそこ上入りたい。特にねリドミには隠し要素のことは書かれてなかったんですけど、まあ、多少ギミックが、あー、ここは何もないね。ほいほい、で OK で、どっちだろう。真下。うわ、またくっそ、また深読みしちゃったな。深読みじゃないわ。なかなか、あ、うまくいってくんないな。入りたかったけど、まあいいか。ほい、あー、そうなんのか。あ、そしたらあれか、打って上がればいいんだね。そしてあー、出てくんの定期的に。ほい、そしてで2個で、あれ、あ、あいつってあれか、あのあれか、ギミックというかトラップか、トラップだったんですね。そういうことか。近づ、うわー、沈むのね。下をくぐっていく。下をくぐ、なんか来そう。うわ、くっそー、持ち上げられた。そうなる。そう、やってくれるぜファイヤー。あぶね、ちょっとお見合いしてたね。よし、来た。イエス。そしたらこれ下はない。なんか起きそうだけども、とりあえず飛ぶ。おっと、わなんか、これ下はない。なんかね、やっぱね、疑いかけてくると、あ、だからメタモッチャンみたいな感じですね。うん、あー、分かった。オッケー、大丈夫よ。一回罠を見ちゃえばもう理解できるから。こういうことだ。よし、で、あれ、で、あ、これか。ってことはここはこう打って、でこのスイッチって、あー、そうなんだ。左に渡ってくのね。了解。よし、じゃあこういうことね。で、うん、なんかありそうだけどね。すんなり、あ、よし、なるほど、考えられてんな。ほっ、オッケー。うわー、一回じゃ超えらんなそう。頼む。なんもないの？あ、なんもないの？わお、なかなかハッピーエリアでした。ハッピーエリアというか、ハッピー区間でしたね。さて、あ、罠なくなったかな。そう、これ何よ、これ。意味深。あ、わかった。多分あれ、下まで行ったらまたファイヤーちゃんが出てきて、で、溶岩が下に落ちるっていうギミックじゃないかな。あ、違う、あ、違う、これを押すとってこと。あー、そういうことか。あ、で、上がってくんだ。あ、違う、え、あ、まず、あ、分かった。とりあえず右に行っちゃえばいいのか。右に行けばなんか起きるんじゃないかな。こう、あ、止まった。そういうことか。それで上から、あ、おー、考えられてますね。なるほどね、こういうことね。そしてあとは何事もなく先へ進むと。大丈夫かな。お、なんかボス前っぽいな。行きましょう。ほい、あー、ボスかな。あ、ボスだ。ちょっと、あ、こいつポケモンの初代ポケモンの、あ、くっそ、伝説のポケモンファイヤーですね。あー、強そう。あー、で、上がっていく時に撃つのね。わかりました。よし、じゃあ戦っていきましょう。まずはだから、ちょいちょいこうジャンプしながら行かないとダメってことね。ほい、で、攻撃が止んだら上げられるから撃つ。ダメージどれぐらい入ってる？あ、結構与えてますね。あー、じゃあボスそんな強くないな、これ。携帯買わなければ。つか BGM めっちゃかっこいいな。
で私はあのポケモンは白な最近やったあの単発のね動画内でもお話ししたんですけども、あぶね、XY から、プレイしてますね。初代なんで初代のポケモンとかポケモンのね作品をプレイしたことが、ないです。まあでもね、なんかの作品、あ倒した、 OK 取るよ、ファイアーゲット、右でいいのかな、そうなんか行くよ、とりあえず、あまずセーブしたい、セーブさせてから、罠ないよね、あボス戦面白かった、よし来た、あということは今度はフリーザーかな、可能性ありますね。まあ、ステージもなんか氷ステージみたいですからね、まあ、滑りはしませんけどもね、うん、そうなんですよ。なのでとりあえず行こうか、 XY から始めて、あオメガルビー、アルファサファイアですかね、あのあたりもやって、まあでも 3DS 版ですけどもね、やってます。これちょっと打ったらどうなる、あーそうなのね、なるほど、まあ、ただねどっか XY だったかな、オメガルビーアルファサファイアだったかちょっと忘れましたけど、そのゲーム内でね、どっかのなんか島行くとサンダーとか伝説の初代ポケモンの伝説のポケモンが取得できたような気がしましたね。そう私は寄らなかったんですけどもね、そこ。あでボッシーのね多分動画内でもお話ししたかな、あのポケモンステージのあたりでお話ししたと思うんですけど、私ポケモンの中で一番好きなポケモンはあのホッコ、火属性のホッコっていうポケモンがいるんですけども、そこから、まあ、御三家ですね、 XY の御三家だったかな確か、そこからね派生する、テールナーというポケモンがいまして、あそのポケモンがめっちゃ可愛くて好きですね、うん、あれこれタイミング合わないな、あのテールナーは、その後最終進化すると、マホクシーというあれこれ上がれなくないポケモンになるんですけど、あ違う、もうさっさと行けたんだ今、 OK、 であのテールナーというキャラクター、まあ、ポケモンからはね、最終進化でマホクシーさっき言った通りになるんですけども、ただマホクシーはねあのまあ強いんですけど、あまりこう可愛さいけない、そうあまり可愛さがなくて、 あれこれむついな本当に、あいった OK 来たぞ、そうあまり可愛さはなくて、まあ、強いっちゃ強いんですけど、あ強いっちゃ強いというか強いんですけど、そう、もう見た目的にはやっぱり、テールナーが一番こう好きで、使ってますね。テールナーね、なかなか炎属性で結構終盤まで使ってましたけど、まあとはいってもテールナーの状態だと、うわびっくりした、やっぱり終盤まではねあの火力不足になっちゃうんで、まあ、マホクシーにこう進化はさせたんですけど、これいけるか左、あいけないか、よし OK、まあ、そんなポケモン事情ですね。これは反転するで、これ上がれないか、そこでジャンプか、あ上がれなくもないか、でもここうわーそこが針が逆転、よしそして OK で出るよね、よし来た、さあセーブ、サクサクいきますよもう全然サクサクじゃないけども、よし、そこが動いたんだっけ今、ああもう、あそう早速動くのか、じゃあフェイントか、フェイント、えあ倒せるか、じゃああじゃないか、あれこれどうやってかわせばいいんだろう、どっか抜ける、関係ない、あこういうことか、なるほどね、すごいな、よく考えられてます。そして大ジャンプがダメってことはやっぱり一回降りるのか、それここをまずは動かす、よしでもって今度は失敗しないように誘発させて降りる、であとは右に、ちょっと待ってびっくりした、そこも動くので、誘発させて今度はまた、よしこういうことね、なんか起きそうだな、2周目大丈夫か、頼むよ、いけ、待って何こっち、下のセーブ必要、あ下、違う下のセーブ必要っていうか下はあれ関係ないか、あれそしたら上のスイッチってあれ何、あ繋がってんのか、またいつか押す時が来るってことね、下
あと、ほ、ってことはさっさと行っちゃえば、さっさと行っちゃえば OK。 セーブ。うん、この区間は早かった。早い区間もあれば、うーん、としたら、あ、誘発できるんだ。なるほど。で、あー、もうまさに意図通りになってしまった。早くキーを押すなということね。ほい、とりあえず大丈夫だと思うけど、よっ。うーん、怖い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 。そこで止まって U ターンか。よっ、そいそいと。さて、もう一回リンゴちゃんに追いかけられるんだけど、よし来た。あとはさっさと戻れ戻れ戻れ、いけるだろう。押し来た。ちょっと危ない危ない危ない、危なかった。あとあのスイッチをまずは押すところから始めよう。ほい、なんだ今な、なになに、またそういう系かよ。またそういう系か。え、ちょっと待って、でもさ、これこっちのタイプ どうすんの。どうやって誘発す、あー、どうやってくぐり抜ければいいんだそれ。あ、固定になった。よしよし、オッケーオッケーオッケー。上にくっつくんだね。よし、うー、これまたいけるかな。ほっ、いけ。うわ、あれ、あ、違うよね、これは下だもん。あ、スイッチあるね、あそこ。うん、あ、スイッチまず押すのか。あ、そういうことか、わかりました。であれば、ほっ、よし、くっつけて、まずはこのスイッチか、押して。大丈夫かこれ。うわー、で移動する。これってことはさ、どうすればいい、ここで打つと。でも間に合うかなこれ。まあでもそれしかないか。またそれに、これをやったところで何だった話なんだけどね。あ、来た来た、オッケー。あ、ブロック出てんね、助かるぜ。よし、オッケーオッケーオッケー。でセーブと。んーで、これはリンゴちゃんゾーンか。またこのリンゴが独特のリンゴですね。よし、な、なになになに、うぅぅ。タイミング結構難しいな、そこ。それが、あー、来たけどちょっと、うーん、ここが乗ったら始まるゾーンだから。来た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 、オッケー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 。よし、どっちだ、左かな、合ってた。よしよし、オッケー。ほんとでもこれ右、あ、左か、こっち行っても何もないよね。よし、じゃあ、うーん、下か。まずは、うーん、下に降りて行きましょうか。ほっ、あそこ当たる。ほっ、よし。このリンゴ何、なんか怖いな、追いかけてきそうな気がするけど違う。待ってね。よし、ほっ、あれ、ああ、なるほど。え、とりあえず退避。ん、そして、あー、違う違う、あー、それまでに下に降りてればいいってことね。ターンターン、ほい。でここを、よし、で打って下がる。でこっちに来て、あれをと、あっちのスイッチを押す。で当たる当たる当たる、ちっちゃくなる、消える。そして、そして、あ、あの下、あ、なんかあったね、最初のところのスイッチのところじゃないかな。だからまた戻るんだよねこれ多分。ほ、そうね、タンタンで、あるね、押す。そうするとどうなってる、うーん、ん、どうなったこれで、なんか変わったこれ。あ、あっち行けるようになったかな、あれ行けるかな、まあ、とりあえずほ、行ってみよう。多分これ上上がっていけるでしょ。あぶね、いけた、よしよし。ちょっと待って、一個今気になったのは、上から行くと、あ、それはちょっと読みすぎか。あ、どっちからもいけるな。下と上、どっちのスイッチを押せばいいんだ。これ失敗？あ、でもないか。
ってことは押して、あータイミング、もうちょい遅く、よし、こんな感じ。とりあえずこれでいいか。で次は上のボタンを押すとどうなるかだよね。やっぱ追いかけられるのね。よし来た、よしよし、 OKOK、 一発じゃない嘘つけ。上に上がって、おっと半分、ここは、あ残念、いや上に上がる前にそこでちょっと誘発させて、そこで止まっちゃうの。今行ける隙ありました？ちょっと待って、 あったか今あった、危ね、行ける隙なんてあったかな。あのちょっとした隙間入ってけってことかな。え、嘘でしょ、やっぱそうなるよね。もうさっさと行けるさっさと行ける、飛び越していっちゃえばいいのね。ちなみにこれって何のなんかあるのね、いろいろね。なるほど、とりあえず深読みした人への制裁ということですね。スピードは変わらないはずだから、もっとこう、あ、来た、オッケー、そういうことだ、オッケー。そしてここは、まあそうだよね、それしか方法というか、まずはそっち行かなきゃダメですもんね。OK で次これ、まあまたすぐ、うわー届かないか、単純届かない。 OK ここで、ね、さっき失敗したけど頼むよ、あー怖い、おっ怖いなこれ、ほっ、あーよし来た、オッケー。でこれどうしよう、乗っていく、なんかこれ乗らない方がいいような気もする。そうでもないか、あんま考えすぎたか。そうだ、今乗ってたら反対に当たってましたね。なんか今回そりゃなしよ。で考えるな、感じるんだ、そう、オッケー。なんもないわけないよね、なんかありそうだけど、怖い、大丈夫、まかかってく勢いでいく、おうーん、最後になんかドカーンとありそうだけどね、落ちるとか落ちないとか、おお良心的。そして、両方押せばいいのか、多分そういうことでしょうね。あー、おっとっと、そういうことね、多分両方押していけば、危な、ちょ待って、そうなっちゃうか。ってことは、で、さっと行く。でもさ、あ、もう一個あっちも押すと、どっちも針がどいてくれるのかな。なんかボスっぽいですね。よし、タンタン。なんか起きそうだな。なんか起きそう。え、あ、リフトが出てきたか。ちょっと待って。でもこれタイミングめっちゃ、そこで止まんの一旦。タンタン、オッケー。まずはね、右から行きましょう。左はもう攻略できてるから、右からまずは。でこれが結構、あーダメだ、そこタイミングね、左ね、この辺がちょっともしかしてミスる可能性あるんで、やっぱり左から行きます。で右はあのリフトを出すとき、あ、リフト出して乗った時のタイミングが大事だから、針の、 あの上のね、ペコペコ出てる針のどのタイミングで行くか、降りたタイミングで行く、ここで行くか、試しに、いった、よしよし、 OK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  いいぞ。さあ上がってきますよ。で上に行くと、おボスだね、これは多分フリーザーじゃないかなと思うんですよね、ポケモンで来るんであれば。